はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は史上最強の哲学入門です。いや、哲学入門書はいっぱいありますが、最初の一冊としてはですね、これがもうダントツにいいです。まあ、普通の哲学入門書は、プラトンはこう考えて、ニーチェはこう考えて、みたいに、一人一人の考えを取り上げていくんですが、この本は違うんですね。例えば、絶対確実な、真理とは何かというテーマを一つ取り上げてですね、ソクラテスはこう言った。で、ニーチェはそれに対してカントはこう言ったみたいにですね、議論が発展していく過程をですね、順々に説明してくれているんで、とっても分かりやすいんですね。ここで一人私の好きな哲学者を紹介したいと思うんですが、我思うゆえに我あり。これ聞いたことある人多いと思うんですが、これデカルトっていう人の言葉なんですけど、これ我思うゆえに我あり、そんな当たり前じゃんって思うじゃないですか。実はこれですね、一体存在するとはどういうことかというのをですね、突き詰めて、結果出た答えがこれなんですね。例えば今、この本に、私が手に触っているとしましょう。触れているから、存在しているかっていうと、実は存在していなくて、私の手の感覚とか、脳が、この本があるように思わせているだけかもしれないじゃないですか。いわゆるの マトリックスの世界ですよね。触れるだけじゃ存在しているとは言い切れない。じゃあかといって目に見えているからといって存在しているとは言い切れない。一体どういう、存在しているかっていうのはどういうことなんだっていうのをですね、突き詰めていった結果、この存在しているかどうかというのを疑っている自分、その疑っているという考え自体は必ず存在しているのではないかというですね、答えがですね、我思うゆえに我ありというふうになったわけですね。というわけでですね、この本は非常にわかりやすく哲学のことが書いてありますので、ぜひ哲学入門の最初の一冊として読んでみてください。というわけで、今日の一日一冊は史上最強の哲学入門でした。明日もまた会いましょう。バイバイ。